今夜は宅飲み始まりました。今回はですね、ミドル級のレモンサワーをご紹介しております。本日ご紹介するのはこちら、宝酒造の極上レモンサワー丸おろしレモンですね。いや、実はまだ飲んでないです。これだけは、宝酒造はやっぱり焼酎のメーカーで、今までねビールメーカーのものばっかりご紹介してまいりましたけど、今回初めてじゃないですか、焼酎のメーカー。まあ歴史はね、宝酒造は非常に古くて、もう江戸時代からねある京都の伏見の酒造メーカーというよりもね、日本酒の酒粕が出るんですよね。その酒粕でお酒を作るっていう、まあカストリ酒みたいなのがあったんですけれども、カストリ酒っていうのをね作ってたんですね。カストリっていうとね、なんかちょっと聞こえ悪いですけども、戦後に模造酒っていうかね、密造酒が流行った時に物資がなくて、カストリ酒って呼ばれてた、いわゆる醸造用のアルコールとかね、いろいろ混ぜて作るのをなんかカストリみたいな風にね言ってましたけども、そういうのとはもう全然違うと。そういうことじゃなくて、まあイメージがねそれで悪くなっちゃいましたけど、でも実はそのカストリ酒っていうのは、まあ北九州とか佐賀とか福岡のね、九州の北側の方で割と江戸時代から作られてたっていう時代背景があって、宝酒造自体は京都ですけれども、まあ、京都のそういう創業の会社です。で、私はね、宝酒造って言えばね、やっぱ純っていう焼酎がすごいね、もう思い出に残ってる、まあ、非常に美味しかった。若い時にはよく飲みましたね、いろんなところで。すっきりとした焼酎で、ご覧になってる皆さんも思い出があるんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、今回のこの丸おろしレモン、ちょっとご紹介しますね。宝焼酎だからこそ芳醇なお酒感と丸ごとレモンの複雑な味わいが織りなす味わい深い贅沢な果実感、皮まで丸おろし、お店でレモンを丸ごとすりおろした味わい、まあ、前回のねこだわり酒場のレモンサワーは、こうお酒に果実を漬け込んだ梅酒みたいな、それをこういろいろブレンドして作ったんですが、こっちはレモンをすりおろしちゃいましたと。レモンのね果汁も 11%、 レモンコンダク果汁 11% あって、皮まで丸ごと粉砕して、全果マサイレモンペーストって、もうドロッドロにしちゃったやつですよね、入れてますと。で、レモンの美味しさを封じ込めたレモンスピリッツとブレンドして作ってます。あとはね、焼酎会社なんで11種類の樽醸造熟成の宝焼酎ということと、レモンごとレモンの複雑な味わいを引き立てるレモンサワー用の宝焼酎を使ってます。連続蒸留をするできる会社なので、すごいこういろんな段階で焼酎というか蒸留酒ができるわけですね。それを上手にブレンドしましたと。焼酎のね専門の会社なので、一体どういうお味か、ちょっと飲んでみましょう。はい、こちらですね。今回は白濁してますね、ちゃんとね、白濁した感じで果汁しっかり入ってます感満載と。香りはねどうでしょう。すごいレモン臭ですね。さすが 11% 入ってるっていう感じで、ちょっといただいてみます。美味しい、これは美味しい。ケミカルな感じとか全然しないですね。あー美味しいですね。この焼酎感もちゃんとある。あのウォッカじゃないですか、ウォッカ入ってるのは。ウォッカじゃなくて、ほんと焼酎、焼酎の匂いもちゃんとするレモンサワー、これうまいっすね。ちょっとね、価格的にはね、全部の中でもちょっとねお高めなんですよ。45円ぐらいお高めなんですけれども、いやでもこれは美味しいですね、極上レモンサワー、本当に。あー美味しい、こういうのだけ作ってってもらいたいですね。こうやっていろんなの出しちゃうから、なんかちょっとボケちゃうんですけど、これちゃんとしたの作れるんならもうちゃんとしたのだけ作ってほしいんですよね。バリエーションがあるっていうのもお酒の会社の特徴なんですけれども、もう美味しいやつだけ、まだね結構ねバリエーションあるんですよ、この極上レモンサワーって言われてるやつ。もうね美味しいのだけ残して置いといてもらいたいなと。はい、では今回ご紹介しましたのは、宝酒造の極上レモンサワー丸おろしレモン、こちらですね。ぜひ一度皆さんお買い求めいただいて、ご賞味いただければなと私おすすめします。次回はですね、キリンから出ております麹レモンサワーですね、こちらご紹介します。